はい、お疲れです。5スターの現地民感想パート2ですね。後半いきます。ではですね、安住対渡辺桃、この試合なんですけども、僕が気になったのは安住の猫耳、はい、これがね引っかかったんですよ。この安住の猫耳って僕の知ってる範囲内だと、これやってくんのってね AEW だけだった気がするんですよ。日本国内ではね、この安住の猫耳ってこれ初だったような気がするんですよ。だからね、これがね妙に引っかかる。うん、ここでね猫耳を日本国内でこれ披露してきたのって、あれこれなんかのメッセージなのかなっていうね。 AEW にそのうち行きますよみたいな、あれなんかねそういうメッセージなのかなってね、ちょっと私は勝手に感じてしまいましたね。はい、まあ、僕のちょっと考えすぎだったら申し訳ないんですけども、まあまずそんなところが1個と、で試合はね最後安住のなだれ式カナディアンデストロイですか、うん、なだれ式っすよ。まあなだれ式言うても、あの本当に真っ逆さまから垂直に落とす感じじゃなくて、まあなだれ式カナディアンデストロイって言ってもイメージで言うと後藤のなだれ式回転に近いっていう感じですね。うん、まあそんな感じですね。さすがにもう垂直からもう脳天から真っ逆さまではなかった。うん、落とし方はなだれ式回転と同じ形でしたね。はい、でそっからの安住寿司で丸め込みっていう感じでしたね。はい、まあとりあえずね、なんかもう渡辺桃って何しても OK みたいな、うん、なんかそんなイメージは思いましたよね。この間のマイカとのラダー戦でも、ラダーの上からこうブレンバスターを受けたりとか、なんだろうな、昔内藤哲也には何しても OK っていうこのプロレス界のこの暗黙のルールあったんですけども、なんかそれの女子版みたいな、渡辺桃には何しても OK みたいな、なんかそういうね暗黙のルールが出来上がってんじゃねえかなっていう、ちょっとそれを感じた安住対渡辺桃。はい、以上です。はい、で続きまして、注目の上谷沙耶、ヒール転向後の初シングルマッチ、上谷沙耶対セラ。まずこの試合なんですけども、まずね入場、上谷選手のね入場曲、いやかっこよかったっすね。このなんか悪に染まった天使みたいなね、なんかイメージで言うとあのセフィロスの片翼の天使みたいなね、なんか僕はそんな感じの感じに見えましたね。いや曲かっこよかったっすよ。すげえなんかこう壮大なねスケール感があって、ほんと闇に落ちた天使みたいなね、そんな感じの曲でかっこよかったね。で衣装もね雰囲気出てましたよ。はい、とりあえずもう入場はね結構良かったっすね。うん、入場の時点ではね僕は100点に近いかな、僕は100点あげますよ。うん、そんぐらいこの上谷選手のこの衣装とかこの曲の具合の出来が良くて、僕はここまでの時点は100点あげますよ。はい、でまあ肝心の試合の方なんですけども、普段の上谷沙耶とあんま変わってなくねっていうね。はい、まずそれが一個っすね。うん、ところどころなんかストンピングしたりとか、あの若干ちょっとヒールっぽくやってるんですけども、でもトータルでね振り返っていくと普通の普段の上谷沙耶とあんま変わんねえなっていうね、うん、そんな感じでしたね。でところどころで上谷選手が狂気攻撃とか使ったりするんですよ。狂気攻撃っていうか、あの椅子をねリング下から出したりとかしてやってたんですけども、でもそれ見て思ったんですけども、これって上谷沙耶ヒール研修マッチみたいな、なんかそんなのを思ったっていう感じですかね。うん、まあもっと細かいところ言うと、上谷沙耶のハードコア狂気部門研修マッチみたいな、そんな感じなんですよ。だから相手がこれセラリサっていうのがね、よりこの上谷沙耶の狂気研修感をより強調させてきたっていう感じなんですよね。だってもうセラリサなんてさ、狂気とかのもうプロフェッショナルじゃないですか。うん、だからあえて開幕戦でセラリサ戦をこうぶっこんできたっていうのは、あ、上谷の研修っていうその点もあったのかなっていう、ここで上谷にこの狂気攻撃とかを使わせることによって、この怖い上谷沙耶を出すためには相手がねやっぱりハードコアに適応してる人間じゃないとできないなという風なところ、あと上谷がちょっと詰まってもすぐフォローができる人、そんなプロフェッショナルがセラリサっていうね、ああなるほどなって思いましたね。はい、でね
観客席からね、ちょいちょいね、笑い的なのと、あと、セラ、凶器の使い方教えてやれとかっていう、ちょっと上谷を舐めちゃうような、そういうヤジが飛んでたっていうのは正直なとこですね。だからこの辺もね、ああ、まだ上谷のヒール、まだまだ見習い期間かなみたいな、そんな感想にはなってしまったっていう、そんな感じですかね。なんでね、今回の上谷選手、入場までの時点はね、僕は100点をあげたんですけども、試合が始まっていくとね、やっぱ試合の部分で見ると、ヒール上谷沙耶としての試合での見せ方はね、すまん。30点。30点。やっぱこんな感じですかね。やっぱりね、笑いが起きてしまったっていうのがさ、やっぱり大きい減点ポイントっすね。人によってはもしかしたら、ヒール上谷沙耶は0点だっていう人もいるかもしれないです。僕は一応一生懸命やったんだろうなっていう、その姿はちょっと見えてきたんで、まあ一応30点はあげないといけないっていう、まあそんな感じですね。なんでね、やっぱ今回の、まあ、試合を受けてですね、おそらく上谷さんと岡田太郎社長で、まあミーティングはしてると思うんですよね。多分まあ、今日やったミーティングは多分こんな感じかなっていうふうに思うんですけども。お疲れ様です。岡田ですけれども、上谷さん、今よろしいでしょうか？お着替え中でした？ちょっと待ってください。もうすぐで着替え終わります。ちょっとだけ待ってください。お待たせしました。どうぞ。すいません。失礼いたしました。では、失礼いたします。上谷さん、本日お疲れ様でした。一応、ヒール転向してからの初シングルという風な形だったんですけれども、どうですかね。私、ヒール楽しかったです。ヒールなってよかったなって思いました。そうですか。上谷さんなりの手応えとかは感じられたようですね。わかりました。ではですね、ちょっと私の方から今回の試合を振り返った上で、私の方からちょっと言わせていただきたいところが何点かございまして、まずはですね、今回の、上谷さんの試合を見させていただいたんですけども、まず入場はすごく華やかで美しかったです。入場曲と衣装が素晴らしかったです。で、試合の方に関してなんですけども、正直なところですね、もうちょっと悪い上谷さやっていうものを出していただきたいというふうなところが正直なところなんですよね。ちょっと会場の方からも少し上谷さんに対してのちょっとしっかりしろとか、あまり変わってないぞというような、ちょっとヤジが飛んでいたっていうのが正直なところでございます。それとですね、上谷さんの今やられてるこの圧巻米のちょっとポージングですね。やっぱりポージングっていうのも、いまいちそのちょっと怖さというものが薄れてしまう要因かなというふうに思いますので、ちょっとこれらの点を改善していただくことはどうでしょうかね。ヤジが飛んでたんですか？まあ、ヤジっていうわけではないんですけども、まあ、もうちょっと頑張れみたいな、まあ、そういう感じではあったんですけれども、ヤジではないですよ。岡田さん、私、ヒール、向いてないんですかね？分かってたんですよ。なんか、笑いが飛んでるの、少し聞こえてきましたもん。私、ヒール、向いてないんですかね？上谷さん、決してそんなわけではないですよ。ヤジとかそういうわけではなくですね。もういいです。言わなくても分かってます。結構、ツイッターとか、いろんなところで言われてたのも知ってますし、上谷は無理してるとか、上谷のヒールが失敗だとか、いろいろ言われてるの、私だって分かってます。でも、私なりに、一生懸命やろうとしてるんですよ。まだ
慣れてなくてみんなに迷惑かけてるのは分かってます。でも私はやり遂げたいんですよ。ペースでやっていただければ全然大丈夫ですんで、はい。すいません、あの悪漢兵衛坊人にも実は前々からすごく考えてたんです。私にできるなんかそれっぽいポーズって何かなと思ったら、あの悪漢兵衛だったんです。私なりに一生懸命やってるつもりなんです。あの神谷さんは神谷さんなりのペースでゆっくりで大丈夫です。それを我々が支えていきますので、我々は神谷さんの味方です。これには嘘偽りはございません。私たちは全力で神谷さんのヒール転向、そして神谷さんの今後を私が保証します。約束します。すいません、ありがとうございます。私まだヒール続けたいんでやらせてください。お願いします。あ、もちろんです。あの神谷さんはこれから一生懸命やってください。あのこれからは私たちが全力でサポートしますんで、何卒よろしくお願いいたします。頑張りましょう、共に全力で私も支えます。頑張りましょう。最強のヒールとは何か、この問いに私は何度も何度も数えきれないほど考えてきた。何年考えてもたどり着かなかったこの答えに、私は一人の女性の姿を見て今ようやくその答えを導き出した。答えは実にシンプルだった。最強のヒールとは相手を罵倒すること、相手を血まつるにすること、観客のヒートを買うこと、そんなものではなかった。最強のヒールの答えとは苦手なことにも真剣に取り組む姿。実に簡単な答えだった。ヒールが苦手だっていいじゃないか。狂気攻撃ハードコア苦手だっていいじゃないか。それがなんだ。彼女は何度だって立ち上がる。っていう風なミーティングがあったのではないかなっていうのが僕の見解でございます。まあおそらく岡田社長と上谷選手でこういう内容のミーティングが行われてたのではないかなという風な、お話でした。はい、以上です。はい、続きましてセミファイナル、マイカ対ナツポですね。この試合の感想は、まずマイカの新コスチューム、僕にはね林下宇多美にしか見えなかったですね。うん、これ、ね、ミラノ風に言うと林下マイカ、うん、僕にはこう見えましたね。はい、そんぐらいね、もう髪も短くなって、でなんかコスチュームの感じとかね、まあロングタイツであったんですけど今日、うん、ただねなんか腕のなんだろうな、こう、サポーターみたいなとこもさ、もう全部が、宇多美やんけっていうね。うん、なんかそんな感じに見えましたね。はい。でもなんか、だいぶ、さっぱりした感はあったっすかね。基本、マイカ選手のって、試合のスタイル的に、ちょっともっさい感じだったんですよね。うん、でもなんかちょっとさっぱりした感があって、今までのマイカ選手のもっさり感が、多少緩和されたようなイメージは、できましたね。はい。まあ、コスチュームチェンジしたから、今日なんかそんな感じで見えたっていう、僕のただの錯覚かもしれないですけども、はい。まあ、イメージはちょっとスッキリしたなっていう、そんな感じでしたかね。はい。まあ、そんなとこですかね。で、試合はマイカの勝ちですか。まあまあ、これも想定の範囲内っていう、そんな感じですかね。はい。まあ、そんなとこっすね。はい。で、メインイベント、岩谷真由対中野タム。はい。やっぱこれメインでしたね。で、まずこの試合の感想は、中野タムさんの新しいヘアスタイル。あ、いいじゃんっていう。うん。そんな感じっすね。うん。タム、短い髪もやっぱ似合うで。まあ、まさしくこんな感じっすね。はい。
ただね、僕がちょっとやっぱ気になったのは、短くしたことによって、ちょっと石川直感がね、より増してきたかなっていうのは、正直なところですね。あの、髪の長さとかが、今の石川直の長さと、ほぼ一緒なんですよね。だから、タムさんがね、髪切っちゃったから、石川直との差別化が、ちょっとできなくなったかなっていう。うん。いや、もちろんね、髪の色とかも違うから、まだ差別化はできてるんですけども、やっぱね、ロングだった中のために比べて、石川直に、なんか余計寄ってきたなっていうね。うん、ちょっとそれは思ったっていう感じですかね。はい。で、試合は、僕ね、これ、中野タムが勝つと思ってたんですけどね。中野タムは、今回このブロックの1位通過だと思ってたんで、1位通過するためには、ここで岩谷真由に勝っとくんじゃねえかっていうね。で、ここで、中野タムの岩谷真由超えっていうね、ちょっとこれをやってくんじゃないかなと思ってたんですけども、逆でしたね。ここで中野タムが負けて、岩谷真由をいつか超えてやるっていう、この VS 岩谷真由とのストーリーが、なんかここに来てまた出てきたかなっていう感じですかね。はい。で、僕思ったんですけど、中野タムが次、IWGP 女子取るんじゃねえかなっていう、うん、そんな感じはしますかね。ここ最近、まあ、ここ1年ぐらい岩谷真由がずっと IWGP 女子、かっこ海外大物接待王座。まあ、これの担当だったんですけども、まあ、次の担当を中野タムに移行するんじゃないのかっていう、なんかそんな感じをしましたかね。なんで、IWGP 女子を次中野タムに引き継ぐために、まあ、その伏線張りの一個として今回中野タムが負けたっていう、ちょっとそんな感じで見てますね。まあ、おそらく、まあ年末か来年の年明けとか、まあなんかその辺にもう一回やってきそうかなっていう感じはしますかね。はい。あ、はい。まあそんなとこですね。はい。以上です。はい。まあてな感じでいろいろ詰め込みすぎましたけども、まあ、結局何言いたかったっていうと、ジェイクの声のトーンのナレーションと、この悲劇の神谷劇場、結構相性いいね。ってこと。